ムーン97年アスキー、どうもアラヤンです。さあ今回は自宅から北の方に向かってキノコの森でしたっけ、そっちに向かっていこうって言ったとこですね。勇者が向かった方向って言ってましたよね。北の洞窟を抜けるとキノコの森だよ。勇者もそっちに行ったよ。そっちに行きましょう。北、こっちだな。えらいギターの音が聞こえてますけど。バーン。キラーブルース。批評を聞く。あ、なんだこれ。売ってんのか。水の情景。リラクゼーションですね。これは誰？音楽と一言で言ってもアーティストの主張とそれを受け入れるだけのリスナーの感性っていうのが相互に作用して成り立つわけで、それが音楽というものが今まで淘汰されながらも続いてる証拠さ。自己紹介が遅れたけど、僕はバーン。音楽の知識に関してはちょっと自信ありかな。雑誌に怒られますよね。1枚100ネカだからね。ジャケットデザインで買っちゃうもまたよし。僕の批評も参考にしなよ。CD 屋って感じかな。ポップ、メイデイ。ジュズのポップ、玉手箱。ふふ。月明かり、ジョンガラロード。ははは。成長津軽三味線で渡るジョンガラロードは険しくも突き当たりが頼り出す。とりあえず1個買ってみます。あ、これ左右に、あ、何個もあるってことか。阿波の歌。宇宙のお祭り日、スケルツァーレ、いっぱいありますね。とりあえず月明かりジョンガラロード買ってみますか。あ、今の君の目つきすごく気になった。自分も音楽には詳しいという挑戦的な目だったな。詳しいよ。ははは、僕は伊達に MD ショップの店員やってないよ。中途半端な知識だったら恥かくぜ。じゃあこの曲のタイトルがわかるかな。全然わかんねえ。あ、これは知ってるんだ。へえ、じゃあこれは。勘で当たっちゃいましたね。ロックテイストだな。どれだろう。スプーンジャム 2MD。 全然違うよ。中途半端に音楽語ろうとするとそういう惨めな気分を味わうのさ。イントロクイズってことかな。腹立つね。正解したいな。なんだろうな。月魚。違うか。なんだろう、ポップメイデイ。違うか。水の情景っぽいよね。正解正解。なんだろうな、月魚。オッケー、ふーん、結構知ってるじゃないか。そうか、じゃあこれはどうなの。なんだこれ。銀の糸の紡ぎ歌ではなさそうですね。
キラーブルースかな。ブルースっぽかったもんね。ああ、そういうことね。つまり君は僕に憧れて、それで一生懸命勉強したってことか。正解かな。うん、そういえば結構音楽わかってる風のルックスになってきたように感じるよ。意外と僕たち似た者同士かもね。うん、そうだね。これからはちょっぴりフランクな関係だね。簡単に言うと音楽仲間。いや違うな。まあぶっちゃけて言えば親友かな。リアルフレンドか。そんな感じだよね。お願いさ。親友。ああ、いい言葉だね。じゃあまた。ラブゲット。難しかったな、普通に。あ、なんか倒れてる。アニマルの死体ですね。ヘイボーイ。バンドのマネージャーを務める緑黄色生物。演奏がうまくいったやつの笑顔って最高だよね。あ、これジミちゃんのデモテープ。あれ、ジーマンで敷くよろね。古いなぁ。どこにもいないですけどね。あれ、次の画面行っちゃいましたね。あら、これは違うマップっぽいぞ。また音楽聞こえてんな。弾いてんね。あれ、どこにもいねえな。めっちゃ間違いながら弾き直してますよ。あれ、弾き終わったのかな。あ、そういうわけじゃなかったんですね。一回最後まで聞いてみる。弾かなくなっちゃった。夜になったら弾かないとかですかね。ちょっと次のマップ行きますか。これは何だろう。シドビシャス。シドビシャス。怒られないですかこれ。神々しい姿ゆえ崇拝の対象とされることがあるようだが、残飯を漁ることから実はやましい動物とされている。行き止まってていけないって感じですよね。ここの家は怪しい雰囲気でも誰もいないな。ステージみたいになってますね。夜は誰もいないのかな。日が変わったからちょっと寄ってみましょうか。わあ、怪しいやついてんぞ。なんだこいつ。はい、君はじめましてね。私アダーと呼ばれておるの。名前がアダー。むむむむ、ふんぬ。君、見た感じ、病気にかかってるね。うん、病気。体がスケスケ。うふふ。しかし、喜べ。君の病気は心配ない。なぜなら、実は今ここに神の使いがいらっしゃるのだ。神の使いの力なら、スケスケ、見え見えなど、きっと簡単。神の使いのありがたい話、聞きたい。ちょっと怪しい感じするけど、聞かないと進まなさそうですもんね。よろしい、それは昨日の出来事。鎧をまとった神々しいお方が突然現れて、勇者ですね。光る鉄の棒を振りかざすと、見たことのない生き物がゆらゆらと空を飛んできた。きっとあの鎧の方は神様に違いない。勇者でしょう、勇者。そしてあの生き物を使わせてくださったのだ。しかし君も病気とはいえ、神の使いに会うには世俗にまみれすぎ。私の修行を行って清らかな心になれば会わせることもできるが。修行する？なんのこっちゃ全然わかんないですけど、とりあえず修行しましょうか。やりますか。やりましょう。最初の修行、神様ポエム始めるかんね。私が神様に捧げるポエムを読みます。あなたはそれと同じポエムを3つの中から選ぶのです。小さな間違いも許しませんよ。ああ、なるほどね。クイズ問題ですね。それじゃあ始めるかんね。目を閉じるのでございます。あ、マジでこういう感じ。超難しいな。どれだったかな。これかな。するってえと見えてきます。伸ばし棒だったよね。するってえと見えてきます。
心のマナコで見ろそれは、心のマナコで見ろそれは、これすんばらしいほど美しい、すんばらしいほど美しい、これあー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 美しい難しいな、あー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 美しい、これですね。どこまで続くんだろう、この広い宇宙の彼方、この広い宇宙の彼方、6825943、6825943光年の果て、何個かわかんねえ8個ぐらいだった気がするな。会ってみたいよ神様に、会ってみたいよ神様に、これですね。クリアかな、お見事、神様ポエムクリアだ。さてこのまま続けて次の修行にチャレンジる。これやらなきゃいけないんでしょうね。修行します、やりますか、やりましょう。次は何、次なる修行、神様ボイス行くかんね、ちょいと後ろに下がってくれや。幻隊の3人組総列出現い、わけわかんねえなこれより私が神様の声を出します。その後幻隊が一人ずつ真似します。どの幻ちゃんがきちんと真似できたか当てれば当たり、耳だけが頼りです。音を当てろってことですね。それじゃあ始めるかんね。左側のやつですよね、こいつ。わわわわわ、むずい。左側のやつですよね、ナデージアみたいなやつ。真ん中か右かどっちだろう、右かな。多分真ん中のハッハッハが4回のやつだと思うんだけどね。左側のやつですよね、タイミングはこれっぽい。右のやつでしょう、多分長さはこれっぽい。クリアかな難しいなこれ、すっごい神様ボイスもクリアだ、クリアだ。さてこのまま続けて次の修行にチャレンジる、行きましょうか。これ何個あるんでしょうねやりますか、やりましょう。最終修行神様フェイスやるかんね。まず私が後ろを向いて変装します、そして一瞬だけ前を向きます。それがどんな顔だったか幻体の中から選んでほしいの、欲しいの。瞬きしてたら見逃しちゃうわよ。それじゃあ始めるかんね。今度は見た目を当てるってことね。どこで振り向くの、わかんねえ多分これじゃない、むずっ。どれだろう、多分丸っこかったからこれっぽいね。それから次ほい、いつ振り向くんだ、全然わかんねえ。今のどれだろう、これかな、眉毛太かったよな。振り向くタイミングがバラバラだな。目が点のやつ、あ、これですね。
さあ次来い。次はどんな顔。サングラス右上がり、これですね。これ本当に神様フェイスなのか。いつ振り向く。黄色いヒゲのやつ、これだな。まだあるんですね長いな。いつ来る、いつ来る。たらこ唇みたいなやつね。あ、これですね。クリアクリア、一発合格すっごいすごい、神様フェイスクリア。よくぞ頑張った。おお、見違えるように清らかになった。ありがとうございます。どっちで行こう。こっちの方がいいかな。カタカナ混じりでありがとうございます。おお、挨拶も清らかね。すんばらしい。ご褒美にこんなのあげちゃおう。なんだこれ、月の涙をゲット。それではいよいよ神の使いとのご対面。あ、修行終わりかな。よかった。なんだろうこれ。これはさあ、心を込めてスケスケ見え見えと祈るのです。これってキャッチできちゃうんじゃないの。魂だよな。祈りが足りませんの。もっと強く強く祈る。触る触ってみよう。キャッチー出ていきましたね。あ、あ、あ、神の使いがお帰りになられた。追いかけていきましたよあ、そこのやつかシドビシャスね。シトビシャスかな。ああ、行ってしまわれるのですね。私はもっと神のことを知りたいのです。帰らないでほしいなと。うー、この涙を見てもあなたは行くのですね。せめてもう一度あの鎧の神にお会いしたかった。帰ったら伝えてくだされや。アダーはいつまでも神を忘れませんとね。きっとこれから先今日のことを思い出すととても辛いでしょう。結構喋ってんなだから今日からはこのアダーが神を名乗ります。いいだろう。何も言わねえなあいつありがとうございます。じゃあ帰ってよし。タコに連れ去られていくんですけどね。うひぃ、私はついに神をも超えたのです。だいぶ危ないやつになったな。すみません、神が通ります。どいてください。とりあえずラブはゲットですね。ネカはないのかな。ネカはなさそうですね。神様に会ってみたらどんな感じなんだろう。だいぶ目が怪しくギラついてますけど、すべての思考がクリアである。見える見える見えまくりよ。この先のお化けの家に閉じ込められている大きな頭の人、牢屋の中で助け待っている。ああ、すごい、いろんなものが見えますです。見えすぎちゃって困ります。どこか静かなところへ一人になりたい。ちょっと宇宙に行ってまいります。え、いやいや、普通にここにいてますよここが宇宙か。何もかも皆懐かしい。怒られますよ本当におう、ここからはラブがよく見えますな。あいつにもラブが、あそこにもラブが。よし、新しい商売を始めちゃおう。ラブゲット、なんだ。こちら宇宙ラブヒントサービス33ネカでございます。あ、なるほどね。ラブのヒントをくれるのかな。当サービスはまだ地上に残っているラブの中から適当に一つ選び、そのありかのヒントをお教えするものです。なお、私動物は大嫌いなのでキャッチのラブは除きます。
なるほど、もっと最終終盤の方に来たらここを利用できるようになるってことかな。すごい力に目覚めちゃいましたね彼は。さあかなりすごい時間が経ったように思いますけど、まだ日の出前。あ、引いてる引いてる、朝になったら引いてますね。なかなか成功しないな。結構詰まりますね。引き切った、かっこいいフレーズ。あ、なんか出た。違う違う、キャッチしたいキャッチしたい。キャッチ、この後ろのやつですね。マネージャーがキャッチできましたよ。ヘイボーイ、救出するでちゅ、どうも。またラブゲットかな。どうも。あ、結構たくさんラブもらいましたね。最後まで引き切ったら結構かっこよかったね。さあ、じゃあシトビシャスがいなくなって行けるようになった、さらに奥ですね、この向こう側、アダーのお家の向こう側行きましょうか。こっちね。なんだこれ。人形が不思議な踊りを踊ってますよ。逃げていった。なんだこれ。バーマ、ストンテかカクンテ。カクンテってなんかなかったっけ。カクンテストーン。特になんもなかったな。何言ってるんだろうね。とりあえず奥に行けってことなんでしょうね。カクンテカクンテって言ってますね。これは動物の死骸。ニョロリ、ミジンコの仲間。毎朝光を求めて地面の底からヒョロヒョロと浮かび上がる習性がある。朝に来いと。あれ、なんもないぞこれ。どっか行けるのか。奥に行けるのか。不思議なキノコゲット。なんだこれ、どうなってる。このキノコを入り口のやつに持っていったらいいのか。どうぞ。復活した。カクンテ、バーマバーマカクンテカクンテ。なんだろうね、バーマバーマってどういうことだろうね。これで道が開けるのか。どうなんだ。そういうわけでもなさそう。またキノコをゲット。あれ、どうすんだろうね。どこも行けなくなってる気がするけど、これで行き止まりなのかな。さっきのキノコを食べるとか。あ、来た来た、さっきのやつら。カクンテの人たち。カクンテ。あ、道ができました。